はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回ご紹介するのはね、モロトフがねおすすめする名作ストラテジーゲームトップ10ですね。私ね、新作旧作含めてかなりの量のストラテジーゲームをやっているので、皆さんなかなかご存知でないであろう隠れた名作のストラテジーゲーム、ここでね一挙にご紹介していきたいと思います。10位からですけど、このデモクラシー3というゲームですね。そもそもね、このデモクラシーっていうゲームのシリーズは、プレイヤーがね、一国の大統領あるいは首相になるんだよね。そしてね、次期選挙での再選を目指すっていうのがこのゲームですね。そのためにね、国民からの支持を得なければいけないんですけども、一言で国民と言ってもね、年齢、職種、また家族構成や収入、政治の心情や日々どのような公共サービスを利用しているかなど、まさしく人それぞれなんですよね。ゲームではそういった国民を数十のグループにカテゴライズして、そしてね、多岐にわたる政治課題に対して、一国のリーダーである私がね、限られた予算の中で政策をバシバシ打っていくっていうようなゲームですね。いや、なんか、堅苦しい感じはするんだけども、なかなかね、その調整っていうのが面白くて、あるね、一つの政策を打つと、こっちのね、グループにとってはいいんだけども、こっちのグループにとっては良くないっていうようなね、そういった微妙なバランス。このバランスを自分なりのストラテジーで攻略していくと。結局ね、このゲームっていうのはあなたがね、どういった国を目指すかっていうことによってね、プレイヤーごとにね、国のあり方が変わるっていった面白い側面があるんですね。はい。これがね、10番目ということですね。続いて9番目。こちらですね。ギャラクティックシビライゼーション2というゲームですね。このゲームはね、いわゆる宇宙を舞台にした単性の 4X ストラテジーゲームですね。皆さん 4X っていう意味わかりますかね。 4X っていうのはエクスプローラー、探索だよね。エクスパンド、拡張、そしてね、エクスプロイト、開発、エクスターミネイト、殲滅、この4つの X を性質として兼ね備えたストラテジーゲームのサブジャンルのことを言うんですね。そんなね、ギャラクティックシビライゼーション2なんですけども、まずはじめね、自分のデフォルトの宇宙船を利用して入植できる星を探してね、自分のね、領地を拡大していくっていうゲームなんだけども、このゲームの最も面白い、最もすごいところっていうのが、登場する宇宙船をすべてね、自分が考えるパーツの組み合わせによって設計できちゃうって。なおかつね、そのグラフィックが 3D なんでね、例えばガンダムとかね、宇宙物が大好きなね、人たちにとってもたまらないゲームなんだよね。もう自分が作りたいようなね、最強の宇宙船をね、予算がある限り作っていく。まあ当然ね、ゲーム内では予算とかね、研究開発とのね、兼ね合いによって、最初はね、シンプルなね、宇宙船しか作れないんだけども、どん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 自分の領地を広げてお金をねゲットすることで、様々な大きな大きな宇宙船がね自分の手でできるっていうのはこのゲームの最大の魅力ですね。基本的にはこのゲーム、あの勝利条件っていうのがあって、まあ、敵対部族をね全滅させるとかね、同盟を締結してね平和にするとかね、技術研究のね、最終目標をね、達成するとかね。あとはね、自分の種族の文化の繁栄をね、一定条件まで上げるって、そういったね、ゴールがあります。ぜひね、4X ストラテジーゲームが好きで、このゲームを知らない方、チェックしてみてください。はい、続きましてね、第8位ですけども、Six Ages Ride Like the Wind っていうゲームですね。このゲームはね、非常に面白いですよ。このゲームのね、舞台はグローランサっていう神話自体を舞台にした物語型の戦略シミュレーションゲームですね。システムとしては、私がね、この YouTube チャンネルを立ち上げるきっかけとなったね、隠れた名作であるキング・オブ・ドラゴン・パスというね、ゲームとほぼ同じですね。季節ごとに2回のターンがあって、1年で合計ね、10ターンの命令を出して進むシミュレーションゲームですね。この命令っていうのが、神にね、お祈りやお供え物をしたり、周辺のマップを探索したり、自分の村のね、防衛を強化したり、他の部族をね、襲撃したり、またはね、儀式を行うために神々を訪問したりっていう様々なことがありますね。そういったね、命令以外にも次々にね、発生するランダムなイベント、事件がたくさん起こるんですよ。その事件をね、あなたがどのように対応するかによって、ストーリーがどん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 変わっていくっていうのはこのゲームの醍醐味ですね。魔術や神々の関わる大問題から、村人同士のいざこざみたいな小さな問題まで様々あるんですね。そういった色々な行動を通してその世界のね、経済力や戦力を増していく中で、神々と結びつきを深めて魔術や神話の知識を増やしていくことがこのゲームの勝利条件になります。多少ね、英文量が多いんで、英語にねちょっと自信がある方はチェックしてみてください。はい、ということでね、どんどん行きましょうか。第7位、 D
ディスタントワールズですね。このゲームご存知じゃない方多いんじゃないでしょうかね。このゲームもいわゆる 4X ですね。宇宙に銀河帝国を築き上げるリアルタイム型のストラテジーゲームです。画面はね、見ての通り地味な 2D なんですけども、宇宙を舞台にした広大なスケールの戦略が楽しめるのがこのゲームの売りですね。あまりにもね、そのスケールが広大すぎて、例えばね、領土にできる惑星の数が数千個あるんですよ。そういったね、広大な宇宙空間の中で占領した領土となる惑星を、どこからどこまで自分がね、マニュアルでコントロールするのか、もしくはね、AI に任せるのかっていうのがこのゲームの最大の売りですね。結局のところ自分はね、全くね、コントロールせずに全てを AI に任せるっていうこともできるんですね。時々起きるね、戦争に対して局所的に介入するっていうこともできて、それはそれで楽ちんなんだけども、いや、一から全てね、自分が管理するんだぞって言ったら、そりゃ大変なゲームになります。ぜひね、知らない方、こちらチェックしてみてください。第7位ですね。はい、続きましてね、第6位ですね、ゼノノーツというゲームですね。こちらはね、対宇宙人侵略ゲームとして、その昔一世を風靡した XCOM というゲームがありまして、この XCOM の楽しさを正当進化させたのがこのゼノノートというゲームですね。ゲーム性は当時の XCOM と同じで、宇宙人と直接戦う地上戦、UFO と戦う対空戦、そして内政要素となる研究開発などが行える基地運営の3つの構成になっています。XCOM 基地襲撃やエイリアン基地襲撃という固定ミッションはあるものの、いわゆるね、通常の地上戦のマップはある程度ランダムに生成されているので、どこの建物の影にエイリアンが潜んでいるかっていうね、ドキドキしながら遊べるリプレイ性がね、高いゲームになりますね。1回のね、戦闘が多少時間がかかるので、ゆっくりストラテジーゲームを楽しみたいっていう人にね、非常におすすめのタイトルになります。はい、続きまして第5位ですね、アンリアルワールド。私ね、このゲーム大好き。ローグライク RPG にサバイバルシミュレーションストラテジーを組み合わせたのがこのタイトルですね。鉄器時代のフィンランドを舞台にしており、プレイヤーは漁師、勇敢な冒険者、荒々しい狩人、商人などね、自由な生き方ができるのがこのゲームの醍醐味ですね。完全にオープンな世界ですので、森林や湿地帯や山や川、それらがね、ランダムに生成されていて、狩りや釣り、採集料理、建築、貿易、その他多くのことがこのゲームで体験できます。ちなみにこのゲームは1992年にリリースされてから、2020年現在に至るまで、ずっと開発が続いているっていうギネス級の長寿タイトルです。サバイバルゲーム大好きな方はぜひチェックが必要です。はい、続いて第4位ですね。セーフハウスダイアリーズ2です。このゲームは見ず知らずの生存者グループが命を懸けてゾンビに囲まれた街から抜け出すというね、サバイバルをテーマにしたストラテジーゲームです。このゲームのプレイスタイルとしては、誰かが残した日記を読み進めるという体でゾンビにまみれた街で生き抜きます。行動に伴う結果は淡々と日記に記載されていき、血生臭い場面では血がページにね、こびりついたりします。矛盾してるようですが、これはゾンビゲームなんですけど、ゾンビは一切画面に登場しません。でもね、このゲームは紛れもなくゾンビサバイバルストラテジーゲームであり、なおかつ名作です。続いて第3位は、クルセイダーキングス2というゲームですね。皆さんご存知でしょうか？ご存知の方も多いかと思うんですけども、中世ヨーロッパを舞台にした壮大な歴史ストラテジーゲームですね。このゲームね、何がすごいかっていうと、中世のね、いわゆるストラテジーでも戦争するだけのゲームじゃないんですよ。もっとね、キャラクターにフォーカスされていて、自分がね、国王になったり、公爵になったり、伯爵になったりすることで、自分の家族、自分の一族を繁栄させることを目的としたストラテジーゲームなんですね。なのでね、例えばね、隣の国を奪おうと思った時に戦争を考えると思うんですけども、戦争だけじゃなくて、結婚、婚姻によってね、後々領土を奪うっていうようなね、戦略性もあったりするんですよ。時にはね、人の裏切りにあったり、こちらもね、暗殺の計画を立てたり、そんな感じで一族を守っていくゲームです。続きまして第2位ですね、ギャングスターズオーガナイズドクライムです。禁酒法時代のアメリカを舞台にしたギャングの抗争を扱ったストラテジーゲームです。あなたは複数いるマフィアのボスのうちの一人です。
まずは複数のゴロツキどもを自分の部下にするために町中を徘徊してリクルート活動しましょう。ある程度人数が集まったら周囲のお店にみかじめ料を払うよう脅しに行ったり、警察に捕まらないように表のね商売をしたり、様々な手を使ってお金と影響力を増やしていきます。時にはライバルのマフィアと交渉したり、同盟を組んだり、警察や新聞社、市長などに賄賂を送って自分のビジネスを拡大していきます。古いゲームですが、このゲームは間違いなく隠れた名作の代表格ですね。そして第1位、アルファケンタウリです。新世紀に入った地球は、9世紀の問題であった戦争や飢餓、病気を克服することができました。そして国際連合は、今までは空想の産物でしかなかった他星系への移住を計画します。ユニティの名で始まったこの計画は、一番近い恒星系アルファケンタウリ星系にある地球に似た環境を持つ惑星ケイロンへと恒星間宇宙船に何組もの男女を乗せて出発します。しかし惑星ケイロンは予想に反して過酷な環境でした。宇宙船ユニティは不測の事故で故障し、地球とも連絡が絶たれました。各ミッションごとのリーダーたちはそのメンバーと共に、それぞれチリジリに分かれて惑星ケイロン上に着陸します。プレイヤーは着陸した7人のリーダーのうちの1人となり、過酷な環境の中で生き延びながら研究開発開拓を行って、他のリーダー率いる集団に対して外交や軍事力を駆使してその惑星を統治するのが目的です。このゲームの醍醐味は、グラフィックこそ古臭いんですが、AI の賢さと絶妙なねゲームバランスです。何度も負けてもまたプレイしたくなる、とても中毒性が高いこのゲームが堂々の1です。どうでしょうかね。あなたが知っているストラテジーゲーム、この10選の中でありましたでしょうかね。もしね、興味があるっていうものがあったらね、ぜひ私の過去の動画、もしくはね、実際にゲームを買ってみてやってください。それでは。